できるね。できるか。じゃあローレンツこの辺に配置するか、後ろここかな、で配置してライブ、よし、うん、で経験値いただく。よし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 、どんどんと護衛のレベルが上がっているが、でマリアンヌは今ヤリアンヌなんでどうしようっていう感じなんですけど、リブローがレオニーだけか。リブロー3回残ってるんですよね。使っとくかね。なんか出し押しにしててもなんか使わないような気がするんで、ここ使ってしまって、でまあどうせ次のターンボカスか殴られるんですけど、まあぼちぼちと様子見てもらいましょう。で相手ターン、まあそうきますよね。おっとちょっと待った、何か攻撃じゃなくて作戦を使ってくると。ノーダメージやけども当たり判定はあると。ちょっと待って、そこ2人もしかして動けない。で、アーマーが突っ込んでくる。これは結構痛い。ダメージが通らないぞ。耐久はあるけども火力がないか。意外な弱点が見えてしまったが、よしよしよし、クロード強い。普通に1人で1人全然相手してくれてるんで強い。でそこに立ってカトリーヌがぶっ飛ばすと、さすが。そいつちょっと強かったからやってくれましたね。で護衛がついてくる。で動けないよね。あー動けなくなってしまった、くそ。じゃあレオニーでツンツンするかね。うん、クレヨナリでツッツくぞ。まあどうせ動けないんでね、こっからツンツンしてしまう。で弓でこのダメージ、じゃああこれヤリアンのチャンスか。6ですよね、 3×2 で倒せるんやんな。ヤリアンヌや、あ追撃出ない、クソ。ダメか。じゃあまたちょっと攻撃範囲を消してしまって、まあ彼らの範囲を表示して上は安全っていうことは分かった。ならばちょっと待てよ、ちょっと待てよ、なんかいい削りないかな。ないかなって言ってもないねんけどさ、ないねんけど、うん、即死ですもんね。ローレンツもあれなんですよね、速さ勝ちすぎてるんで、錆びたコテとか。悪くない悪くない、これでいくか。一発外していいよ。あー2発とも外した、ダメダメっすわ。騎士団レベルだけしれっと上がる。じゃあねえ、まずラファエルでぶったたくにして、コテだと、あコテでも耐えられるか。コテの方が強いならばコテ使っていきましょう。さあよしよしよし、まあ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 、で反撃は全く効かない。じゃあと回復に専念してもらうか。じゃあリシテアは攻撃魔法ぶっ破しちゃうか。なのでここでウォーム、こっち、いやーちょっと待てよ、命中暗転のドーラ使っていくか。うん、そうやな、リザイアがいいか。うん、ちょっと待てよ、ああ闇魔法使っていきましょうか。さあ、あなんか紋章が出たぞ。確か火力が上がるのかな、なんかそんな感じの紋章やったような気がするんですけど、あとはアッシュは添えて、でねえクロードで斧でとどめ刺しましょうか。さあ確実ですねこれは。なんでまあ斧でとどめを刺していく。で、レベルアップ、さあ伸びが期待されているが、ああいいねいいね、耐久がもりもと伸びて、で回復回復回復、リブローが欲しいか、欲しくないねそんなに。じゃあねえライブでクロード回復しておきましょうか。さあよし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 、で主人公は添えるだけ、あそこ拾えるならば拾っときましょうか。主人公は拾い物。何錆びた弓か、まあ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 
今のところ特になんか何もできないけど何もできないけどありがたくいただいて、でここで範囲に入っていくと戦技曲者、あーいい命中してますね、いい命中してますね。じゃあ曲者狙っていくか。さあ OKOKOK、 まあほぼ 100% なんで特に心配はなくぶつけていって、でまず狙ってくる痛い、まさか当たるとはまあまあまあ 33% 当たらないとは限らないんでね。でカトリーヌ詰めていく、護衛がちょっと遅れている、でもう範囲がこうなっちゃってるんですよね。でボスの範囲はそこならば、何やってもカトリーヌに取られるならばどんどんもう前で弓ぶっ放していくか。よし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 、で速攻で倒してしまう。いや経験値多いし、あー強いな、相変わらず強いなっていう伸びをしているんですけど、非常に強力で、こいつに関しては剣で、あ確実にやれるか。じゃあ確実っていうか、まあ命中 4% の外しがあるけども、まあほぼほぼ確実にやれるならばここでやってしまって、経験値多いしレベルが7、あ魔力まさかの、なんかまだ僕も魔法職のチャンスありますよねみたいなそういう顔をしていたが、果たしてどうなのか分かんない、分かんないけども、ああプラス4強いな、応援しましょうか。よしで何か見つけた、錆びた斧多いし、でああでもやっぱ攻撃を上げたとてあれなんですね、やっぱあの主人公狙われるみたいなんで、ローレンツ狙わすか。じゃあここに待機する、でリシティア拾い物するか、あーそうですね、マリアンヌ拾いながら回復できる、レオに回復しとくか。さあ OK で、もうすぐレベルが10になる。で鉄の剣プラス、何プラスって強化したものなんかありがてえけど、ちょっと待てよ、持ち物がいっぱいです。輸送隊を送るものを一つ選んでくださいですよね。うん、鉄の剣プラスを輸送隊に送る。でリシティアで回復しとくか。じゃあよし、さあ結局あのローレンツのお供は今回は使わずに終わってしまったっていう感じがあるんですけど、まあ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 。でクロードはここから曲者狙っていくか、せっかくだから。さあちょっとでも経験値いただいておきましょうか。よしで、これボス狙うんかな、どうだろう、ちょっとその辺が分かんないですけど、前線上げていくか。またカトリーヌ邪魔やな邪魔言わない。でヒルダここに待機と、でまず相手のターン、ローレンス狙われる。まあ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 、なあでミスった、コテを持たせてしまってたんで、槍を持ってれば反撃で倒せたなっていう感じがするんですけど、ちょっと待って、めっちゃ怒ってる。すっかり見失っちまったんだな、せめて私の手で送ってやるよ、主の身元へね。あいいのかそれは。でねえ、ボスの範囲はこうなっている。ちょっと待って、ああダメージが通せない、ダメージが通せないけどカトリーヌに倒されるのは阻止できるとちょっと待って、錆びたコテだと死にかけてしまうので、まず訓練用の槍を装備しとく。でこんな感じ、鉄の槍だと、あダメージ通せるぞチクチクするかこれ、ほんならね。でカトリーヌは遠距離攻撃持ってないんですよね、やったら必殺なかったよね今、あ必殺もなしならばよし。ちょっと待てよ、なんかやべえの持ってたりせえへん、手槍持ってるしこいつ、なんだといいなちょっと欲しいんですけど、一斉突撃ね、範囲内に突撃を行う。これじゃあちょっと、うんちょっ
っと待てよ、クロードだと、あ、追撃するんか、強っ。ただ必殺の可能性がある。クロードはあれか、必殺回避が低いのか。ちょっと待てよ、運が10、あれなんでや、単純になんかキャラ性能、キャラ性能ちゃうわ、スキルか、あれか、槍があれか、必殺回避プラス6持ってるからか。なるほど、オッケー。じゃあここ鉄の槍待機でいいような気する。じゃあねえ、持ち物鉄の槍を装備で待機する。で経験値獲得、おいしい。で装備品の耐久が4回復した。うわー、やったぜ、鉄の槍が回復したまさかの突然の槍回復が。おいしいが、これちょっと待てよ、アッシュで曲者狙ったらどうなる。アッシュ、あ、そこをどくのだ、わしはアキどもを撃たねばならん。専用会話がある。ロナート様、もうおやめください。ああ、なぜこんな無謀な振る舞いを。ほんまに、エアは民を欺き、死を冒涜する背信の徒だ。死を冒涜する、敵は我らにあり、死の加護も我らにある。どういうことなんや、民を欺き、死を冒涜する背信の徒。だからってこんなことは間違っています。町の人たちまで動員するなんて。しかもアッシュもなんかなんか事情把握してそうな感じしますよね。ならば遠慮なく刃をわしに向けよ、わしはもう後には引けぬのだ。おお、ここで曲者、さあ、まあ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 、経験値は入らない。主人公なら耐えるな、全然。コテでポカポカ殴っていくかで必殺も出ないっすもんね、やったら。よし、お前もあのメギツネにたぶらかされているのか。あ、わしが真実を知らしめてやるしかない。大丈夫かこのおっさん。あ、回復美味しいですこういう時でもありがたくいただいて、技能レベルアップ、士気のレベルが上がった。待ち伏せの陣、あ、で経験値忘れてた美味しい。で騎士団の戦力が6補充された。待ち伏せの陣なんか覚えたぞ、ちょっと待って、どこじゃあスキルか、あれ待てよ、ん、戦技でもないっすよね。ああ、あれか、セイロス教会のね、天魔兵団、これをなんかその戦技っていうか使ったらもしかしたらなんか出るとか、そんな感じかな、なんかそうっぽいんで、ちょっとそうだと信じて勝手に納得しますでね、こいつに関してはまあまあまあ、クロードで問題なくやれるけど、クロードレベル高いならばヒルダでやっていくか。うん、ヒルダ狙っていきましょう。さあ、よしよしよし、いいダメージしっかりと削ってレベルアップ。おお、いいね、魔防おいしいぞ耐久に磨きがかかってしまったようだ。でローレンツに応援してもなーっていう感じするんですけど、まあ応援しとくか、せっかくやからね。でねえ、マリアンヌをリブローに使いましょうか。さあ、よし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 。で経験値多いし、レベルアップ10か、これであれか、中級職になれると。で魔法と魅力がアップ、まあでも悪くはないよねで曲者、せっかくやから曲者狙っていく。あー、でもダメージ通らへんのか、じゃあやめとこうただ弓を無駄に消費するだけなんで、まあまあこの辺配置して、うん、みんな添えていく、みんな添えていく。あ、こっから曲者狙える、突っつくぞ。セリフはなかった、まあ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  100% 命中でしっかりと貫いていくと。で、何か一人お忘れではないかいと今参ります、待ってみんな
あ、でそこ経験値ちゃうわ、経験値じゃない銃回復するけども、まあちょっと待った、やっぱ戦技があるから強いな。おっとちょっと待って、それなんだ、何のやつ、わからん、わからんけど、わからんけどラファエルこれめっちゃ邪魔な気がする。やばい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 、ちょっと待てよ、ちょっと待った、これローレンツ死ぬぞ、ちょっと待てよ、コテで殴ってる場合じゃないやろ、輸送隊、槍預ける、錆びた弓いらない、鉄の剣プラス受け取る、鋼の剣受け取る、これで攻撃、鉄の剣プラスやと16ダメージ、あーいい削りして、いいダメージして、鋼やと追撃が出ないんで、ここ鉄の剣プラス使っていこうか、よし、でもうちょいもうちょいもうちょい、もうすぐで倒せるならばドーラに頼るか、リザイアが一番、エンジェルがあるぞ、エンジェルがあるぞ、エンジェル微妙な命中やな、ここ闇魔法を打っていくか、これちなみに外した場合はレオニーがいるんですよね、レオニーがいるんですよね、レオニーが誰かから弓もらって曲射すればいいダメージのはずなんで、うん大丈夫大丈夫、じゃあ物交換、弓をレオニーに預ける、でここでライブラファエル回復しておきましょうか、一応まあ使えるかどうかは分からん、使えるかどうかは分からんけども、ラファエルを回復する、で曲射を打つと1ダメージか、そうかレオニーの攻撃力じゃ1しか入らんのか、アッシュに頼るのかこれいやなくはない、なくはないけど、なくはないけど、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、リザイア、リザイア、あれドーラの方が命中高い、ちょっと待って、99、あれ、あーほんまやほんまや、ドーラの方が命中高いわ、じゃあここドーラ打っていきましょう、さあよーし、オッケー、サクランがマジでちょっと怖かったんですけど、なんとか倒せたとで経験値おいしいリフチャーがレベルが上がって、魔力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 って感じの成長して、魔力プラス2となんか覚えた、あ、僕は、うん、アッシュの目の前で、アッシュの横からもうとどめを刺しましたもんね、ローナーと京都の因縁こんな形で決着を見るとはな、うん、みんなお疲れさん、各自兵をまとめておいてくれ、まあ良かったのかっていうとこうするしかなかったけど、あ、友軍の、被害が少なかったためセイロス教会より報奨を与えられました、やったぜ、何これ、秘伝の書を獲得した、何これちょっと待って、使うと技に、うーわ強っ一旦輸送に送っときましょうか、で女神の像も獲得、わーこれ運アップでしょ、やったぜ、いやボーナス美味しいっす、で11ターンと、まあ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 こんなもんかな、で MVP はとどめ刺しまくったヒルだと、やる気アップ、よし、ふぅなんとかということで、また次回は、お疲れさん、なんとも後味の悪い戦いだったな、うん、特になんかアッシュ連れてこうへんかった方が良かったんちゃうかっていうような感じの展開になってしまったんですけど、それよりも先生、カトリーヌさんの戦いぶり見たか、いやなんかとどめばっかり刺しましたね自分の方が強い。
言うな先生。だが英雄の遺産の力にはかなわないさ。はあ、あれは相当だ。剣が強かったね。こうなるとあの伝説も。お？伝説？大した話じゃないさ。はあ、遥か昔、一振りで山を真っ二つにした遺産がある。山を？って噂をどっかで聞いた気がしてな。はあ、まあ雷帝のことじゃなさそうだが、うん、そこまでではなかったですもんね。遺産は適合する紋章を持ってれば、凄まじい力を発揮できるらしい。ああ、紋章の力か。結局違う紋章でも使えることは使えるんだろう。うん、俺も山を切ってみたいもんだよ。まあでも多分 100% の力を発揮してそんなレベルとかそんなんでしょうね。なになに遺産の話？うん？クロード君は使えるじゃん、すぐに。使えるじゃん。次のリーガン家の当主はクロード君に決まったんだしさ。ああ、まあ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 、そうですよね。おい、ヒールだ。すぐにはないだろ。俺のじいさんはまだまだ元気だぞ。確かに。ねえ、なんか、なかなか縁起でもないこと言いましたよね。ああ、先生は知らないか。お？俺が嫡子になったばかりのリーガン家にも、英雄の遺産があるんだ。見たことはないが。なるほど、リーガン家の遺産。なったばかりっていうのすごい気になりますけど、見たことはないも気になる。見たことはない、聞いただけだよってことですよね。で、なったばかりに関しては、俺がリーガン家に入ったのは去年だ。それまでは親父の家で育ったからな。うん、また別なんですか。母さんが同盟貴族の娘だと知った時には驚いて髪の毛が全部抜けた。あー、そういうことか。母方のねえ先祖っていうことなのか。お母さんはリーガン校の娘さんってことか。うん、今はどこに住んでるの？聞いていいのかな、それ。それは言えないな。母さんは今や違う世界で生きてて、実家には戻りたくないんだと。違う世界で生きてて。クロード君って秘密が多いよね。確かに。親との約束だからな。好きに想像してくれよ。なるほど。まあなんかいきなりあれですもんね、なんか跡取りになりましたみたいになったらいろいろと探られるやろうから、内緒にしててくれっていうことなのか。その代わり俺は自由にしていいって言うんで、実家に顔を出してみたのさ。実家に顔を出したいな。そしたら俺に流れてる血の中には得体の知れない紋章とやらがあると分かって。先生、クロード、そろそろ撤収みたいだよ。私たちも戻ろう。そうですね、まあここで立ち話するのもなんですしね。勝ったはずなのに、こんな思いをして帰らなければいけないんですね。まあなんかね、アッシュ大丈夫かな。おいおい、そんなにしおれてどうした。太陽に見捨てられたひまわりみたいだぞ。俺たちがやらなきゃ、アンラン軍はこの街道を大修道院まで進んでいったんだ。途中の小さな村々を踏み潰しながら。まあね、それを防げたんだ。胸を張れよ。現場は現場で悲惨ではありましたけど、ほっとくともっと悲惨なことがあったんで、まあそれを防げたと思ったらね、悪くはないですよね。話してるとこ悪い。今回の事件、意外に根が深いかもな。根が深い。ロナート卿の所持品にこんなものがあった。ああ。レア様の暗殺を示唆する書簡だ。暗殺。差出人はわからんし、信憑性も疑わしいが、捨ておくには内容が不穏すぎるだろう。まあ実際問題、なんかその心配性も低かったとしてもほっとくわけにはいかんと。帰ってレア様に報告だ。何事もなきゃいいがね。ああ、まあやはりみたいな反応するかもしれないけど、どうやろうな。狙われてるっていうのはある程度だって分かってますもんね。よく無事に戻りました。お、これも主のご加護の賜物。はあ、加護。加護だけではないのでしょう。はあ。あなたは私が期待した通りの逸材です。まあ本人の力あってこそっていう感じですよね。なんとかローレンツも死なずに済みましたからね。生徒たちの力だ。そうでしょうか。生徒の中には民兵と戦うのを躊躇した者もいたそうですね。まあアッシュなんか特にそうでしたよね。民といえど他の信徒に危害を加えかねない罪深き者には罰を下さねばなりません。まあ止めなければ被害が出る。愚かにも天に刃を向けた者の末路、生徒たちも理解できたことでしょう。結構強気で物騒ですよねこの方。さて、問題はカトリーヌから報告のあった
ロナート教のミッションの件だ。ああ。ミッションには女神最短の儀に合わせて大司教を襲うという許しがたい計画が記されていた。女神最短の儀、実現性の乏しい計画だとは思うが、警戒を万全にしておくに越したことはない。まあでもなんか公の場に出るっていう瞬間があれば狙うチャンスはあるかもしれないですね。そこで儀式当日には生徒諸君にも警備に協力してもらいたいと考えている。マジか、なかなか重要な役やし、なんかちょっとかわいそう生徒に危険が及ぶのでは。生徒の手に余る敵が現れても あなたが共にあれば大丈夫でしょう。まあそれは間違いないね。最短の儀はセイロス教の主たる女神の降臨を願う非常に重要な儀式だ。女神の降臨を願う。大司教や私は儀式が始まれば女神の塔にこもりきりになるだろう。ああ、そういうこと。だからもう密室の中で命を狙われる可能性があると。無論騎士団にも厳戒態勢で臨ませるが、うん、隅々目を光らせるには人手が不足している。ああ。生徒まで動員するのは本意ではないが、背に腹は変えられないというわけだ。よっぽど大事やねんな。でも私の身は案ずるに及びませんが、はい、信仰を冒涜する輩を感化することはできませんまあ、何が来ようが打ちのめすみたいな、そういう話ですか。何も起こらなければそれでいい。はい。ただし緊張感を持って臨んでくれ。はあ。以上だまたえらい進み方をしてしまったというところではあるんですけど、ここでセーブがなされると。これあれか、章またいだの。あ、このタイミングか。白雲の章、正解の説、女神最短の儀。正解の説、海の日かな日を重ねるごとに日は強くなり、ああ、夏ですね、虫の音とともに夜は短くなる。はい。女神がいるという正解の星が空に戻ると、人々はその最短を喜び祝う。ああ。ガルグマク大修道院では最短の儀が厳かに執り行われ、フォドラ全土の熱心なセイロス教徒は揃って大修道院に足を運ぶのだ。ああ、お祈りとかするのかな。まあお祭りですよね、要は夏祭りかなんか和風な感じがしますね、そういう言い方をすると。で、フリー戦闘に出撃できるようになりましたね。回数分行動できる、これあれですよね、なんか1って表示されてるあれですよね。あ、それあれなんか、なんか2とかになったりするのかな。そうなると1周で2回そういう戦闘を行うことができるとか、そういうのもありそうですけど、まあ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 ね。問題はこの7日に対して、クロードとかにまあどれだけ武器経験を積ませれるかっていうとこなんですよね。何？カスパルの誕生日、はい、とりあえず渡しとくけど。で、他の日、お、なんだ、あ、あれか、週末か。今節の課題は暗殺阻止に忙しい騎士団に代わっての修道院の警備や見回りだが、やばいよね。俺はこう思うね。敵の真の狙いは大司教殿の暗殺なんかじゃない。じゃない、どういうこと？他に狙いがある。ああ、暗殺計画が記されたミッション、うん、あれが本物だとは思えない。本物だとは思えない。重要なミッションなんて普通は持ち歩かないだろう。はあ、俺たちに見つけさせるために仕組んだんだ。なるほど。ということは元から捨て駒やったのか。暗殺計画に注意を向けさせるため。ほう、なるほど、ありえるかもだけど本当の狙いは何なの？そうやね、結局それが分からなかったらどうしようもないんですよね。それが分かりゃ苦労しないが、ああ、怪しむべきは最短の儀で警備が手薄になる場所かね。騎士団が離れるところ。儀式が行われる女神の塔以外はどこもいつもより手薄になると思いますけど。そういうと範囲が広すぎるんやな。貴族たちからの寄進で溜め込んだ教団の金が狙いじゃないの？そんなことのためにわざわざ危険を犯しますか？俺は食堂が怪しいと思うなあそこはうめえもんの宝庫だぞ
まあそれやったら普通に利用客として来たらいいんじゃないか。みんなで手分けして調べよう。私は昼まで情報を整理する係ね。はあ、待ってるな。大変そうやけど。ヒルダは訓練でもしてろよ。敵と戦う可能性は十分あるぞ。訓練。なら訓練はみんなしなきゃダメでしょ。私だけとかおかしくない？まあ待ってる間にってことですよね。顔を突き合わせて悪巧みか、先生。おっと、名乗ったことはなかったな。私はシャミアだ。なんか植物園の前にいましたよね。シャミアさんはセイロス騎士団の一員だな。うん。そんでこっちのよく働く少年が。よく働く少年。レア様の従者でシャミアさんの弟子のツリルです。ツリルさん弟子。弓とか剣とか稽古をつけてもらってます。はあ、要は戦えるっていうことですか。僕もレア様を守りたくて。はあ、なるほど。だからシャミアさんの弟子に。いやー熱心。セリルはレアさんが大好きだからな。はあ、ま、互いにやれるだけやろう。だいぶあれですね、その信仰心の深い方なんですね。回復も使えんじゃね、むしろ。まあ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 わかんねえや。で、ね、イベントがあって週末と。さあ、そう、中級職の試験を受けれると。どうしようかなこれ。あーで中級はパス1個だけか。でできるコードは3作だけ。じゃあ試験見ていきましょうか。